セネガル共和国、通称セネガルは、西アフリカ、サハラ砂漠西南端に位置する共和制を取る国家である。北東にモウリダニア、東にマリ、南東にギニア、南にギニアビサウと国境を接している。また、ガンビア川の岸に沿った細長い国土を持つガンビアとも国境を接し、セネガルは同国を陸上から囲んでいる。これによって、 セネガルの南部のカザマンス地方は残りの地域から隔てられている。西は大西洋に面し、カーボベルデと海上の国境を接している。領内にはアフリカ大陸最西端でカーボベルデの国名の由来となっているベルデ岬を抱えている。セネガルの経済的、政治的首都はダカールである。セネガルは旧世界の大陸部における最西の国である。 国名の由来は、東と北の国境となるセネガル側にある。セネガルという名前は、ウォロフ語で、我々の船を意味する、スヌーゴルに由来する。かつて支配を受けたフランスとの関係は深く、フランコフォーニー国際機関に加盟している。なお、首都のダカールは、かつてのパリダカルラリーの終着点として知られている。正式名称は、公用語である、フランス語で、 レプーブレイクジュセナゴルという、通称セナゴル。公式の英語表記はリパブリック・オブ・セネガル、SNL、L。日本語の表記はセネガル共和国、通称セネガル。旧石器及び新石器時代の遺跡が見つかっており、その頃から人類が居住していたことわかっている。セネガル川の中流、下流域は旧石器以降、 北アフリカのマグリブ地方のイスラーム王国との交易で栄え、ガーノ王国、テクルール王国、ジョロフ王国が成立した。とりわけ、テクルール王国には、アルモラビドの影響で11世紀にイスラーム教が伝来し、王公貴族を中心にイスラーム化が進んだ。その後、マリー帝国の影響の下で、14世紀から16世紀にかけて、 ボロフ人のジョロフ王国などの勢力が台頭した。かつては奴隷貿易の拠点だったゴレ島の要塞。セネガンビアからも多くの奴隷が南北アメリカ大陸と周辺の島々へと連行された。公式な記録から判断する限りで初めて現在のセネガルに相当する地域に訪れたヨーロッパ人はポルトガル王国のディニス・ディアスであり1444年に この地を訪れたディニス・ディアスは、訪問先のアフリカ大陸最西,西端の岬を、ポルトガル語で、緑の岬を意味する、ベルデ岬と名付けた。ディニス・ディアスはこの地から若者4人を拉致して、本国のポルトガルへと連れ帰り通訳として教育し、この4人は15世紀当時のセネガンビアの小王国を記録した、ベネツア共和国の商人であったカダモストが1455年に、 行った探検を手助けした。1549年にジョロフ王国がカジョール王国やジョロフ王国などに分裂し、1550年にバオール王国が独立した。その後ポルトガルに続いてオランダやイギリスの商人がこの地に進出したものの、1659年にフランス王国がセネガル側の中州に三類召喚を建設した。 1673年から1674年にかけてイスラームのマラブーがヨーロッパ人やヨーロッパ人に協力する在地の小王国の奴隷狩りに対して反乱を起こしたが武力鎮圧された。そして1677年にゴレ島をオランダから奪取した後セネガンビア地域にはフランスの強い影響が及ぶようになった。三類島を及び ゴレ島は1815年のウィーン会議でフランスの植民地とされた。その後フランスはダカールなどの都市やダカール港などの開発を進め、さらにダカールとセネガルの北部の三類を結ぶ鉄道などの建設を進めた。1848年に奴隷貿易が廃止された。1854年にフランス軍のルイ・フェデルブ将軍が総督に就任すると、 現地の小王国を征服し、セネガルガー流域をフランスの支配下に置いた。1867年 EN ザ・バトル・オブ・ファンデイン・サイユジオーン。鉄道布施設により支配体制を強固にしようとするフランスの植民地下に、対しカジョール王国のラットジョール王が抵抗を行ったものの1886年10月26日にジョール王が フランス軍との戦闘で殺害された後、植民地化はさらに進んだ。フランスはこの後1890年より、カザマンス地方の征服を進め、1895年にフランス領西アフリカを確立し、ダカールはその中心地となった。征服後、フランスは在地の有力者が所有していた奴隷を解放する、一方でイスラームのムリット教団を通じて農民に、 商品作物として落花生を栽培させる経済構造を樹立し、フランス化した都市部の市民に本国への賛成権を与えつつ、地方部の従属民を原住民法によって統治する植民地体制を確立した。フランス植民地下でセネガル人はセネガル不評としてフランスの戦争に動員され、 彼らは19世紀の西アフリカ植民地下戦争や20世紀の第1次世界大戦、第二次世界大戦、インドシナ戦争、スエズ戦争などに参加させられた。1926年には後に星の王子様の著者となるサンテグ・ジュペリがフランス南部の都市トゥールーズとダカールと間を結ぶ航空機の飛行士となった。 第二次世界大戦中の1940年9月23日には、微斯政権についたセネガル植民地政府軍とイギリス海軍との間でダカール沖海戦が勃発した。第二次世界大戦が終結し、世界的に脱植民地化の流れが加速してきた1958年11月にフランス共同体内の自治国となり、1959年4月にフランス領スーダンと、 マリ連邦を結成した。ネグリチュードの文学者にして、セネガル共和国初代大統領、レオポール・セダール・サンゴール。1960年4月4日、マリ連邦として、フランスから独立し、同年8月20日にはマリ連邦から分離し、セネガル共和国として、単独国家となった。同年9月6日に、ネグリチュード運動の文学者であり、 セネガル社会党を率いたレオポール・セダール・サンゴールが初代大統領に就任し、アフリカ社会主義を掲げつつも、マルクスレーニン主義からは距離を置いた、親フランスの恩恵改革路線を採用して1980年12月31日まで長期政権を維持した。サンゴールは自ら国家、コラを弾け、バラホンを叩けの作詞もしている。 1981年1月1日にアブドゥディフ首相が第二大大統領に就任し、ディウフ大統領は1983年、1988年、1993年の大統領選でも勝利した。なお、ディウフは1982年2月に隣国ガンビアとセネガンビア国家連合を発足させたものの、セネガンビア国家連合は、 フランス領であったセネガルとイギリス領であったガンビアの体制の違い、主権問題、経済格差などの問題で対立し、1989年9月にガンビアとの国家連合を解消した。また、ディウフ政権下では1982年12月26日にカザマンス紛争が1989年から1991年にかけて、 北の隣国モーリタニアとの国境紛争が勃発した。2000年3月19日の大統領選決戦、投票でセネガル民主党のアブドゥライワット党首が当選し、同年4月1日に大統領に就任した。4月5日に、ワット大統領は、ディウフ政権で外相などを務めたムスタファニアスを首相に任命し、連立政権が成立した。2001年1月7日に、 新憲法案が国民投票で承認され、大統領任期を七年から五年に短縮、議会を一員制とし、議席数も百四十から百二十に削減され、さらに女性の土地所有権も認められた。国民議会選挙をめぐって、連立与党内での対立が発生し、二千一年三月三日に、ワット大統領はニアス首相を解任し、後任にマーム・マジョルボイを任命し、 同国初の女性首相が誕生した。4月29日の立法議会選挙で、セネガル民主党などの政党連合、変革が120議席中89議席を獲得し、進歩勢力同盟は11議席、セネガル社会党は10議席、民主刷新連合は3議席を獲得した。また、2002年5月の地方議会選挙でも、与党連合が安定した勝利を収めた。 これにより、大統領選挙、国民議会選挙に続き、ワット大統領は、セネガル国民からの支持を3回にわたって獲得したことで、1960年以来40年間続いた、社会党政権からの政権交代を完了させ、国内政治を運営する上で安定した政権基盤を築いた。2001年9月26日に、ガンビア沖の会場で、 フェリーのジョラ号が転覆した。事故調査委員会は、乗員乗客二2 2 0人のうち1053人が死亡したと伝えた。さらに、セネガル軍が現場に艦船や航空機を派遣したのが、事故発生から12時間ごと出遅れた上に、フェリーは定員550人を大幅にオーバーしていた上に、フェリーの設計も湖での航行用だったなど、ずさんな実態が、 明らかになった。サンボ国防省とサコ設備、運輸省は10月1日に責任を取って辞任した。ワット大統領は11月4日にボイ首相以下全閣僚の解任を発表し、PDS のイドリサセック副党首が首相になった。セック首相はワット大統領の有力な後継者と見られていたものの、2004年4月21日に解任され、 マッキーサル内務大臣が首相に就任した。2004年12月10日には死刑制度廃止された。この他に2004年12月30日にはセネガル南部のカザマンス地方の分離独立を狙うカザマンス民主勢力運動との間で一応の和平協定締結されたものの紛争の火種は残ったままである。なお2004年は前年のセネガル 西サハラ、モロッコにおける大雨によって砂漠飛びバッタの大量発生が正規し打撃を受けた年でもあった。2007年2月25日の大統領選挙で PDS のワットが再び大統領に選ばれた。2010年にはセネガル共和国独立50周年を記念して首都ダカールにアフリカルネサンスの像が落成した。2012年の大統領選挙では ワット大統領の対抗馬として立候補したマッキーサルが3月25日の決選投票でワットを破り第四代大,大統領に就任した。第四代大統領マッキーサルカザマンス地方1982年12月26日にギニアビザウトの国境地帯にあるジョラ族の多いカザマンス地方の分離独立を進めるカザマンス民主勢力運動が ジガンショールでキニアビサウを根拠地に反政府武装闘争を開始した。1998年に MFDG と政府がガンビアの仲介で和平交渉に入り、1999年12月に双方が停戦合意した。そして2001年3月にも停戦の再確認や捕虜解放など5項目の和平協定に調印した。しかし、 その後も MFDC と見られる武装集団による略奪や襲撃事件が頻発し2002年1月中旬にはニアン内省が MFDC の指導者と会談した2003年に MFDC 事務総長 CD バッジが死去したものの和平交渉は継続された2004年12月30日にアブドライワット大統領と MFDC 事務総長オーギュスタン・ジャマクヌ・サンゴールの間で和平合意した。ところが、MFDC の強硬派であるサリフ・サージョの部隊による襲撃事件などが2006年になってからも頻発しており、また3月から4月にかけて、ギニアビサウ国境地域でギニアビサウ軍との戦闘が繰り広げられるなど、当地方の政治情勢は依然不透明な状況にある。 日本の外務省の渡航情報では、渡航延期勧告が継続中のままである。海軍の感染選抜長平成が採用されており、成人男性の選抜者は2年の兵役に服する。兵力は陸軍が8000人、海軍が600人、空軍が800人、憲兵隊が5800人である。2002年の国防予算は6700万ドル。ただし、 セネガル領内にはベルデミサキ、中流フランス軍も存在する。独立以来、親フランス路線を維持しており、西側諸国とも友好的である。1982年から1989年まで、隣国のガンビアとセネガンビア国家連合を形成していた。この連合が解消された後、ガンビアとは対立したものの、1991年にセネガルとガンビアは、 友好協力協定に調印した。1989年4月に北の隣国モーリタニアとの間で国境紛争、いわゆるセネガルモーリタニア紛争が勃発し、紛争によって数万人に及ぶ両国の国民が相互に追放された。この他、イスラエルとは激しく対立している。これはセネガル国民のほとんどが敬虔なイスラム教徒であり、 同じイスラム教徒であるパレスチナ人の置かれている境遇に対して非常に同情的だとの背景が存在する。1996年に中華民国と国交を回復するも2005年に再び中華人民共和国と国交を樹立したため台湾とは断交した。中華人民共和国との国交樹立後、中国人の進出が盛んとなり中国の存在感が増している。 また、2010年にセネガル共和国独立50周年を祝して建造された首都ダカールのアフリカルネサンスの像は、朝鮮民主主義人民共和国の万十大海外開発会社によって建造されている。1962年に日本はダカールに公使館を設立し、以後 ODA や青年海外協力隊派遣を通じて交流を行っている。 2020年に日系企業専用の経済特区がセネガル国内に創設された。セネガルの14の州、地形図主要な都市はダカール、ピキン、トゥーバがある。バオバブのキンブールの海岸セネガル南部、カザマンス地方の風景セネガルはアフリカ大陸の西端部に位置する。アフリカ大陸の最西端であるベルデ岬を要し、首都のダカールはここに位置している。 ダカール市内のレアルメデスはアフリカ大陸最西端の地である。ちなみに北緯15度と西経15度の地点も領有しているのに対して軽度0度の地点は領有していないのにセネガルは国際標準時を使用している。セネガルの景観は主にサヘル地帯西部特有の砂ぼこりが多く乾燥した平原地帯で占められる。セネガルの標高最高地点は 南東部のネパンジャハである。北部のモーリタニアとの国境はセネガル川で区切られ、その他ガンビアとの国境はガンビア川、カザマンス地方にはカザマンス川がある。気候は南部は熱帯であることを除けば乾燥気候であり、冬の北東からの季節風と夏の南西からの季節風により寒気と雨季が現れる。平均的にダカルでの雨季は6月から10月で、 平均最高気温は摂氏27度。ただし、内陸部の気温は沿岸部よりはるかに高く摂氏40度に達することもある。寒気の12月から2月の平均最低気温は摂氏17度。4月から5月にサハラ砂漠から吹きつける春末端は高温で乾燥しており人々を悩ませる。また、高雨量は南部地域においては多い年もあり。 年間降雨量1 5 0 0ト、mm、ルに達する地域もある。IMF の推計によると2013年のセネガルの GDP は148億ドルである。一人当たりの GDP は1047ドルであり、世界平均の約10%の水準にある。農業の生産品目はピーナッツ、当人ビエ、綿花、米などである。なお、ピーナッツの栽培は、 フランスが植民地時代に持ち込んで栽培を奨励したこともあり、1960年代に独立する頃には、労働人口の87%が従事する規模となっていた。漁業はマグロ、タコ、イカ、カツオ、エビの漁獲が中心であり、これらのほとんどは輸出される。2002年のセネガルの総漁獲量は36万トンであり、このうち4万トンが、 ニシン科の魚であり、加工して、ケチャと呼ばれ干物として、国内市場に流通する。工業と工業は、林鉱石を原料にする、化学工業にて、相互関係を持ち、他の西アフリカ諸国と比べると、工業も発達している。この他に、観光、サービス業が主要産業である。貿易赤字や、累積対外債務に苦しんでいるが、国際通貨基金と、 世界銀行が8億ドルの対セネガル債券の免除を発表した。西アフリカ諸国中央銀行の本部がダカールに置かれている。西アフリカ諸国経済共同体の主要メンバー。ダカールの市場村の風景。カーズと呼ばれる家々。ボロフジ人42.7%、セレエルヒト14.9%、プルジン14.4%、 ルクロール人9.3%、ジョラ人5.3%、マンリンカ人3.6%、ソニンケ人1.7%、バンバラ族1.3%、ムーア人1.0%、マンドージャック1.0%、EN、レブピープル0.8%、EN、ボロンタピープル0.8%、ソス0.6%、マリンケ0.4%、マンカン0.3%、 レイブ0.3%、EN、バッサルピープル0.1%、EN、カッセンクピープル、コニアーギー、フラニ族、その他1.3%。フランス語植民地支配の影響で現在でも、フランス語が公用語となっており、公文書、公教育の場で使われる。しかし、教養層を除いてはフランス語の能力は低く、使用頻度も少ない。ただ、 民族語にもフランス語からの借用語が少なくなく、民族語の文字表記も現在では、ラテン文字であることなど、その影響力はフランス語話者のみにとどまらない。民族語現地語として、ウォロフ語、セレエル語、プル語、ジョラ語、マンリンカ語など、ニジェールコン語語族に属する各民族言語があり、とりわけウォロフ語は事実上の共通語として、北部を中心に、セネガル全土で通用している。 これらの民族語を国語として格上げしていこうという動きもあるが現実的な施策としては進展していない。民族語の表記法は伝統的にアラビア文字で行われていたが現在では公式にはラテン文字で表記されアラビア文字表記は非公式な民間の表記法として存在している。アラビア語11世紀に始まったセネガルのイスラーム化の流れは18世紀から19世紀に かけてセネガル全土に広まった。この影響でイスラーム的知識人階級が植民地統治の直前にはすでにセネガルに存在しており、彼らによるアラビア語文学が宗教史を中心として花開いた。セネガルの民族語は伝統的にアラビア文字を使用しアラビア語の語彙を受け入れてきた。セネガルの各民族に属する庶民も 日々の礼拝やコーランの教育などを通じて多少のアラビア語の知識を持っている。セネガルのモスク。セネガルの人口の94%がイスラーム、5%がカトリック教会を主とするキリスト教1、1%が在来の伝統宗教となっている。11世紀にイスラームがセネガンビア地域の王公貴族に伝えられた後、 イラクのバグダードで生まれたカディリーヤと1780年代にアルジェリアで生まれたティジャーニーヤが18世紀から19世紀にかけて庶民に浸透し本格的なセネガル人のイスラーム化が進んだ19世紀後半にはカディリーヤの影響を受けたアーマド・バンバによってセネガル独自のスンナハイスラームの宗派であるムリット教団が生まれた現在のセネガルでは 19世紀に現在のマリ共和国でトゥクロール帝国を建国したエルハジウマールの宗派だったスンナ派のティジャーニーや教団とこのムリット教団がセネガルのムスリムの内約9割を占める宗派となっており特にムリット教団は文化、社会、経済において今日も大きな影響力を持っている。また20世紀後半のアラブ諸国でのイスラーム復興運動や 1979年のイランイスラーム革命の影響を受けて、セネガルでも若年層を中心にイスラーム復興運動が進行している。ただ、都市部のエリートの間では、ムスリムにもクリスマスを祝う習慣があった。学生は小学校6年、中学校4年、高校3年、大学4年の6から4から3から4生をとっている。 義務教育は小学校の六年間と中学校の四年間である。教授言語は小学校からフランス語であり、旧宗主国であるフランスの教育制度を基本的に踏襲している。二千二年の推計によれば、十五歳以上の国民の識字率は三三十九点パーセントである。国立の高等教育機関としては、シェイクアンタ、ジョップ大学、ガストンベルジェ大学、 ジガンショール大学が存在する。フランスとの結びつきが強く、留学生の7割はフランスへ向かう。ジャンベ、セネガルのグリオ。セネガルの主要食物は米である。ただし、一部地域では、トウジ人ビエやキャッサバなども主食とされている。セネガル料理は、アフリカ料理の中でも特に洗練されているとされており、他のアフリカ諸国においても多くのセネガル料理店が、 見られるなど、セネガル料理は人気が高い。肉、魚、野菜などの具材を炒めてからスープで煮込んだ後、同じスープで米を炊き込むベンヌチンと炊いた白米の上に野菜などを煮込んだソースをかけるニャーリーチンとに大別される。代表的なベンヌチン料理には、チェブジェン、チェブヤップなどがあり、ニャーリーチン料理には安さ、マフェ、スープ患者、ウモロヘなどがある。 セネガルにはマンデ系の民族に伝わる伝統的音楽家の家系グリオがジャンベ・サバ・アルコラ・タマなどを演奏する伝統音楽とグリオによる歌唱が存在する。そうした伝統音楽と現代のポピュラー音楽を融合させたアフリカンポップスのユッス・ウンドゥールが世界的に有名なミュージシャンである。またユッスーの妹のビビアンヌ・ウンドゥール・オマルペン、アメリカ合衆国のラップを セネガル風に解釈して、ボロフラップを生み出した、ポジティブブラックソウルなどが、アフリカンポップスのジャンルで活躍している。また近年は、ウンバラと呼ばれる、ダンス音楽も人気を集めている。1930年代に、詩人のレオポルド・セダール・サンゴールは、フランス語圏アフリカの詩人として、マルチニーク出身のエメ・セゼールと共に、ネグリチュード運動を牽引した。サンゴールは後に、 セネガル共和国初代大統領となり、国家の作詞も行っている。しかし、ネグリチュード運動は、西欧化したエリートの占有物であり、庶民にまでは根付かず、後に、マルチニークでは、ネグリチュードの限界を超えるべくクレオール運動が、生まれた。独立後の代表的作家としては、独立後のエリートの腐敗を批判し、サンゴール批判も辞さなかったセンベーヌースマニア、 ネグリチュードとヨーロッパ的価値観の際と矛盾に苦しむ知識人を描いたシェクハミドカン、各も長き手紙で一夫多再生に苦しむセネガルの女性を描いたマリアマバーなどの名が挙げられる。セネガル出身の著名な映像作家としてフランス語による小説から映像作家に転向しメッセージ性の強い映画を多く残したセンベイヌウスマンや 庶民の日常を軽快に描いたジブリル・マンベティ・ジョップなどの名が挙げられる。セネガルにはユネスコの世界遺産リストに登録された文化遺産が5件、自然遺産が2件存在する。以上の他にもイスラム歴による祝日がある。2002年のサッカーワールドカップに出場したことで知られるサッカー好きの国民を持つ。球技では他に バスケットボールもアフリカ屈指の競合である。日本で活躍している選手もおり、B リーグでプレーしている例も見られる。また、セネガルのセレール族には、ランブジという格闘技が伝えられており、盛んである。なお2026年には、アフリカ大陸では、初となる、ダカールユースオリンピックが行われる予定である。地球の時点速度の関係で、経度が15度違うと、 本来は1時間の時差が生ずる。ただ、セネガルだけでなく、周辺諸国も国際標準時を使用している国々が目立つ。陸上の国境を接するモーリタニア、マリ、ギニア、ギニアビサウ、ガンビアのうち、軽度0度の地点を持つのはマリだけだが、いずれの国も国際標準時を使用している。なお、海上の国境を接しているカーボベールでは、 国際標準時と1時間の時差を設定している。ありがとうございます。